漢漢、漢は中国の王朝である。通例、前漢、紀元前206年から8年と、五漢、25年から220年の二つの王朝、両漢を総称して、漢王朝と呼ばれる。また、ここから転じて、中国全土や中国の主要民族を指す名称とも、なった。以下の記事では王朝について記述する。 中国初の統一王朝だった清王朝が紀元前206年に滅亡すると中国は旗を打った各軍の勝水による軍有拡挙の状態に戻っていた。こうした中、漢中及び破竹に封じられていた劉邦が紀元前202年に下の戦いで降雨を打って中国を再統一した。中国を統一した劉邦は皇帝として即位するにあたって 旧来の国号であった漢をそのまま統一王朝の国号として用いた。この劉邦が開いた漢と一旦滅亡した後勇州によって再興された五漢の漢王朝は合わせて400年の長きにわたった。初の統一王朝だった清王朝が短命で滅びたこともあり、漢王朝は中国の統一状態を実質的に確定した王朝となり、これから 中国全土や中国の主要民族を指す名称として、漢が用いられるようになった。漢王朝の歴史の詳細については、全漢、後漢をそれぞれ参照。紀元前202年に中国を統一した初代皇帝である、劉邦、皇祖が、紀元前195年に没死した後、しばらく皇祖の皇后であった劉皇とその一族が、実権を握ったものの、紀元前180年に、 旅行が没するとその一族は粛清され、その後即位した五代文帝及び六代経帝は、文帝の地と呼ばれる、優れた統治を行い民力の休養に努めたため、漢の国力は伸長した。また、経帝時代の紀元前154年には各地に封じられていた諸行が、クレスワイ七国の乱と呼ばれる大反乱を起こしたが、半年で鎮定され、これによって、 諸行の勢力は大きく削られて、中央府の権力が強大化した。その後即位した七大武帝は、この充実した国力を背景に隣接地域に積極的な出兵を行い、北方の遊牧大勢力であった強度を破り、南越を併合し、西域諸国を服属させて、漢の全盛を検出した。しかしこうした軍事行動は、漢の財政を圧迫し、 国力はこの頃から下り坂に向かった。十代剪定は、全館の中高の祖と称えられる名君であり、この時期に、国力は一時回復したものの、その後は、衰退が進み、外赤の王網が8年に散脱を行って、新王朝を建国し、漢王朝は一旦滅びた。漢王朝は滅びたものの、王網の政治は、時代錯誤的なものが多く、 社会に花だしい混乱を招いた。各地に軍友が拡挙する中、新王朝は、漢王家の竜家一族である、孔子帝によって打倒された。その孔子帝政権も、中国をまとめることができず崩壊し、混乱が続く中、やはり漢王朝の一族である光武帝、劉州が国内を再統一し、漢王朝を復興した。この王朝のことを五漢と呼ぶ。五漢は二代名帝。 三代商帝といった名君が、続いて、国力を回復させ、藩長の働きによって一度撤退していた西域にも、再進出したが、その後は、皇帝の養成や無能な皇帝が続くようになり、宦官,官や外籍が国政を朗断するようになって、国力は低下していった。そして八十四年に起こった黄金の乱によって、肝の統治力は大きく減退し、当宅の暴政と、 その当卓が192年に暗殺されたことで、漢王朝に実権は全くなくなり、以後は各地に軍友が拡挙する中で、曹操の庇護のもと、細々と名目のみ存続する状態となった。やがて各地の軍友は、河北の曹操、江南の孫権、諸区の劉備の参政力に統合され、三国定律の様相を呈するようになった。年にがすると、 後継者である総比は、五冠最後の君主であった、検定行為を前承させ、新たに、義王朝を建国して、ここに、漢王朝は滅亡した。大数は、前後を合わす。また、太字以外の皇帝は歴代に含めない場合もある。漢の国王は皇帝であった竜氏の生と密接に、結びつき、全漢、五漢の両漢王は最後も、隆世の王朝によって、 たびたび使われた。流星の王朝において、漢を合しなかったものは、郷土系の夏と南朝の層のみであるが、逆に、流星以外の王朝が漢を合したことは、幾度かある。漢という文字は、水の流れていない川を表す、形成文字である、音は、犬に通ず、長江の支流で、現在の仙水省南部、新霊山脈の南陸に源を発し、湖北省に注いで、 流下に注ぐ観光を、観水を指す。現在でも、支流では、陶器に、暖流することがある。また、中国では、天井の天の川を、銀河、または、天管と言っていた。戦国時代、この地を支配した旗は、観光の上流域に、観中軍を置いた、中和、河川流域の盆地を有名名法。旗が滅ぼされると、観葉攻略の功労者流法が、 寒中、ともえ、諸の地に王として封ぜられ、漢王、寒中王のようを名乗った。漢度の号は、古社教本や僧侶の書簡などに見え、これより、かつての日本では、中国の地を指す名詞として用いられていたとされる。同様な言葉に、旗、ろこしがある。南北朝期から、モンゴル時代にかけて、河北、郊外流域と、河中、朝光流域を区別し、 全社のみを指す用法もあった。民族としての漢民族、エスニックグループとしての漢人、漢族、そして漢字、漢語、漢風などの特定文化を指す漢は漢王朝の名に由来している。漢王朝の時代に古代中国文化が完成したため、崇拝を込めて漢王朝が解雇されることが中国では一般的である南北朝期からモンゴル時代にかけて、 河北、郊外流域住民と、河中、長高流域住民を区別し、全社のみを指す用法もあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。